雨のような矢を。はっ、はっ、はっ、やっ、とルリユリじゃないぞ。ルリユリは殴ったりしない。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は総選儀式に使えるか？残念だが、できないな。探しですか？あ、お前、こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え、私、教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。はい、しまった、忘れてた。お、カン、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日、緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神は、モンドのバルバトス様だけとなりました。他の五人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに、神とのお別れを知らないのです。では、そのお別れについて、どう思う？え？急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類と麒麟の根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も、帝君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として、今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カオも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカオ、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の総選儀式の力になれるなんて、
この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいがその分思いは込められる。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。